なぜ光を狙う？光？何のことだい？ピーター、うまくいったよ。な、こら、まだ早いって。しまった。うわっ、あっ、いてー、失敗失敗。なんだこれは？海賊のお宝だよ。金貨に宝石、いつものやつさ。俺はこんなものを守っていたのか。やつに騙されてたのさ。そのようだな。君と戦う理由はなかった。すまない。そんなこといいさ。僕も久しぶりに手応えを感じて楽しかったからね。君の名前は？テラ。ところでテラ、フックはどこにいるんだい？やつは流れ星を探しに行ったようだ。流れ星だって？大変だ、ティンクが危ない。お宝は任せたよ、ロストボーイズ。任せて。行ってらっしゃい、ピーター。俺も行くことにしよう。それは？ティンカーベル、ピーターパンの仲間だ。見せてもらえるか？こいつを盾にすれば今度こそ奴はおしまいだ。どういうつもりだ？どういうつもりもない。俺の心に従ったまでだ。この、ただでは済まさんぞ。あの音は？やった、フックを追っ払ったぞ。星の一つ一つが世界だ。あ、テラ、この世界の外には俺たちの知らない世界がこんなにもある。光はその世界の心の輝きで俺たちを照らしてくれてるんじゃないかな。それってどういうこと？要するに弁みたいなもんさ。なんだよそれ。弁にもそのうちわかるさ。今知りたい。ああ、お宝なくなっちゃった。君たちは本当に宝石や金貨が欲しかったのか？ん？ううん、そんなのいらないよ。でも、ピーターに任されたし。だったら君たちの大切なものを入れればいい。それが宝物になる。そうか！そうか！うん、そうするよ！ありがとう！
俺の宝物は何だったかな。